モノアイズが9月4日、新 EP、アンフォゲッタブルズ EP をリリースすることが発表となった。これに伴って、全国ライブハウスツアー、ザ・アンフォゲッタブルズツアー2024の開催も決定した。CD リリースは、2020年発売のサードアルバム、ビトウィーン・ザ・ブラック・アンド・グレー以来、丸4年ぶり。新 EP、ザ・アンフォゲッタブルズ EP には6月に、先行配信された2024年第1弾新曲、レディーバード、第2弾新曲、アドレナリンに加え、未公開の新曲2曲を含む、全4曲が収録される。レコーディングは2024年3月に LA で行われたもの。プロデューサーにサム41やネックディープ、オールタイムロー、パラモアといった数多くのロックバンドを手掛けるマイク、グリーンが起用されている。同 EP を掲げて行われる全国ライブハウスツアー、ザ・アンフォゲッタブルズツアー2024は、9月24日の金沢8ホール公演を皮切りに11月12日のゼップ名古屋まで全16公演を回るものとなる。新 EP、ザ・アンフォゲッタブルズ EP 2024年9月4日、リリースはフックマイナス86,712,760円、タックスイン CD 購入者特典あり予約リンク、https://lnk/monoes/theunforgettablesep CD 収録曲1、ザ・アンフォゲッタブルズ2、レディーバード3、アドレナリン4、アトモスフィア、ザ・アンフォゲッタブルズツアー2024 9月24日、火曜日金沢8ハロープン18時15分、スタート19、9月26日木曜日新潟、ロツォポン18時15分、スタート19、10月1日火曜日、クラブカウンターアクションニアコーペン18時30分、スタート19、10月2日、水曜日大船渡気仙ロックフリークスオーペン18時30分、スタート19、10月4日、金曜日石巻ブルーレジスタンシオペン18時30分、スタート19、10月8日火曜日、ゼップダイバーシティ、東京オープン18時、スタート19、10月9日、水曜日ゼップダイバーシティ、東京オープン18時、スタート19、10月12日土曜日仙台ピトペン18時、スタート19、10月15日火曜日、ゼップ大阪ベイサイドポン18時、スタート19、10月16日水曜日、ゼップ大阪ベイサイドポン18時、スタート19、10月23日水曜日ゼップ、札幌オーペン18時、スタート19、10月31日木曜日松山、オシュトゥリオリドパン18時15分、スタート19、11月5日火曜日ゼップ、福岡オペン18時、スタート19、11月7日、木曜日ブルーライブ広島オペン18時、スタート19、11月11日月曜日ゼップ、名古屋オペン18時、スタート19、11月12日火曜日ゼップ、名古屋オペン18時、スタート19時チケット2600円、税込み入場時ドリンク代別途、必要オールスタンディング、整理番号付けゼップ公演は1回スタンディング、整理番号付け2回指定席、2回後方スタンディング、整理番号付け1時チケット抽選申し込み受付、受付期間、8、3土曜日12時8、12月曜日23時59分、受付 URL、https://monoeys2024/22時チケット抽選申し込み受付、受付期間8、19月曜日18時8、26月曜日23時59分受付 URL https://epluS.jp/monoeys2024/トレード受付、公演ごとに受付期間が異なります。2024年第2弾アドレナリン2024年8月1日木曜日配信開始。配信リンク https://lnk.2/meadrenaline 委託サイト
https://spd.univensrasmusic.co.jp/monoi/adrenaline/2024年第1弾レディーバード2024年6月13日木曜日配信開始配信リンク https://lnk.2/readybird/ 大役サイト https://spd.universal-music.co.jp/monoise/readybird/